じゃあ午後もよろしくお願いします。はい、お願いします、はい。前半のスコア言ってください。前半は3アンダーですね。うん、すごいですよ。もうバーディー、バーディー、バーディーみたいな感じで言ってますね。そうですね。最後の方にちょっとスイッチ入りましたね。うんうん、かっこいいですよ。ショットが。なんあのね、違う違う。毅然とした態度がね、なんかいいのと、あとなんか可愛い二十歳っていうところもまた見ててね、すごいね、癒されてます。私なんか一人で、ね、えリス系の顔してる、リス系の顔してすごい可愛い犬系、こっちあ、じゃあ犬か一見ね、目つききついから強そうって思われるけど、うん、はい、ね、なんかふわっとしてるしてるギャップです、ね、そう、ギャップ萌え、ギャップ萌えしてる、うまいかだけにうまい、もう萌え萌えOK はい、いきますはい、ゆっこちゃんがデザインしたパルチルとリンゴルのウェアを着ています。私は S サイズなんですけど、まあ、M でも着れ、なんだろう、ゆったりして着れていいかなって感じがします。 L サイズまで展開ありますので、皆さんぜひ。よいしょ、いい感じです、いい感じで、ゴマウトです、うん、まだ250以上あるんじゃないですか。180ぐらいですかね。もえちゃん。もえちゃんって言われる。そういう、はい、そういう仲になった。勝手に。はい。もえちゃんはあの YouTube とか見るんですか。YouTube は全く見ないです。見ない。見ないんですね。見ない。歌とか探すときはちょっと見たりします。カラオケ前とかね。はい、そうです。40ギガは何に使ってるの。これは Amazon プライムです。あ、映画を見てる。映画見ちゃいます、私。そっちか。それは確かに聞こえますね。40ギガ。じゃあ、ヒロさんが YouTube やってるのは見たことがあります。あ、でも一回キャディしてもらうときに一回だけ見ました。あ、一回だけ見ました。勉強した、はい、どういう人なんやなるほどね。皆さん、YouTube 始めて何か変わったことありますか。そして変わりがないですよね。だって変わりない、はい、こういうキャラ、別になんか作ってるわけじゃないですけど、うん、基本的にこんな感じの人なんで。でも、職業 YouTuber ってめっちゃかっこよくないですか。かっこよくない。私は YouTuber になりたいです。いや、YouTuber じゃないから俺、ヒカキンレベルじゃないあ、でもなってない。結局やってるのって1ヶ月に1回ゴルフしてるのを、あ、撮ってる、撮ってその出してるって感じだから。1ヶ月に1回しかゴルフしてないんですか。うん、撮ってるやつはね、撮ってるやつはね、あ、撮ってるやつ、撮ってるやつ、うん、ゴルフは3日に1回ぐらいしてるうまっ、ナイスでー、出た。これチップイン、得意のサンドでチップイン見たい人もいるんじゃないかな。やってみます。うまい、ナイスです。入らない、うまい、うまい。伸びろ、あ、チキンですね、チキン。スパ試合の時はこれが入ってますね。仕上がってますか、グリーン早くなって。
しい。これどこ狙うのこれ。3番打ちは右っす。右？あ、左の。これ難しいね。この木で215。あ、ドライバーで絶対右。セカンド残ってもいいやったら好きに。ドライバーで攻めます。攻めます。これ流れを崩しちゃダメですか。右サイドからドローン。え、木の上でいいですよね。右の、はい、え、アホ。いや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 、そう、そこなんだと思って俺なんかそんな気がしたんですよね。でもドローだったらあのラインだね、多分。まあ、木までいかんでいいんや、うん、いや、でも木の上かドローだったら残り100ぐらいまでいくんじゃん。完璧。フェードだ。と思うね、はい。いいな、なんか。ジュンちゃん。私は木です。木からフェード。やっても木ですね。飛ぶときは10とか20とか言ってますね。いいときはすごい飛ぶんですけど、なんか最近は多分190ぐらいだ。なんか損してますかね、あんなうまいのに。損してる。どうやったら飛ぶんですかね。やばい。今逃げたぞ。難しい。でもそんなことばっかり聞かれないですか。いや、聞かれますね。なんかどうやって飛ぶとか言って、まあとりあえず芯に当ててください。芯に当ててヘッドスピード上げる。なるほど。はい、ミート率大事ですね、やっぱり。ヒールとかに当たっちゃうと球は曲がるし、止まるし。ミート率。すっげえ考えてる。だって一人で、コースついてないちっちゃい頃からなかなかいないじゃないですか。ああ、確かに大体ついてますね。で、そのちゃんとこうゴルフを整えてできてる、うん、体の動かし方とかクラブの使い方とかすげえ考えて言った結果、芯に当てろって一言で済ました。フォローした、フォローした、はい、いや、多分ね、すげえ多分自分の中ではあると思う。フィーリング、いろいろね、そう、いろいろあるけど、このポジションは私はこういう体の使い方してるけど、みんなに言っても伝わらないから言いませんけど、うん、そんなこと言ってないでしょ。そんなことできるっていうのがあっての芯に当てろ。芯に当てろ。本当に言いたいこといっぱいあると思うんですよ、うん、それを伝えるのはあの教えてる人だから、私は競技だから、うん、はい、そうなんでどうでしょうか、はい、まとまりました。次まずレッスンプロにまず、はい。今同い年のプロがみんな、はい、そうです、トーナメントの上位いるじゃないですか。いや別に、はいはい、悔しいとかどうとかって聞きたいわけじゃないんですけど、はいはいはい、なんか素直にどう思います。すごいみたいな。めっちゃ稼ぐやん。すごいんだよ純ちゃん、今トーナメントの上位10位くらいを全く同じ世代の人たちが、はい、同い年、全員同い年。すごい、マジ行ってほしいですね。行ってほしい、アメリカでも。あ、私はアメリカみたいなのもいいよね、うん、それはそれでね、カムバックしてちょっと行きたいです ね、うんうん、あ、左足下がり、今の結構ミッションってなんですけど、うん、ミッションとしても乗ってるっていうのが大事で、うん、ミッションとして例えば手前のバンカーとかに入ったらもう本当にダメなんですよ。だからミッションとしても次例えば右の手前のフェアウェイやったらミッションとしても次パー取れるチャンスが大きいんで、そういうのを考えて結構ラウンドしていったらスコアメイクできます。ました。ナイスです。ナイスです。
今のうまい？うまいって褒められてもちょっと困るな。本当その心はどうせうまいからなんかまあそうだよねみたいな。いやいや、これそうなってる。たまにしか出ないんでね。ああいうグリーン周りのあの低い球は武器ですよね。そうですね、あれはうまいって言われても嬉しいですよね。あれはもうあれでボギー取ってるで。あれでボギー取ってる。あれでボギー取ってるね。ナイス。チキンやーって。いやいや。いいと思います。ナイスタッチ。OK です。出たよ。これがそのファイナル QT の、はい、意味わからんというか、うん、急に強くなるやつ。お待たせしました。強いよ、西畑と言ってもらって変わらないです。18ホールに1回あるやつ。強い強い。おー、しょうがない。私あの時これしたら車内と思います。我慢してる形。気合入ってんだと。チキンよりはマシ。もう言い聞かせるしかないよね。あれでもどういう心理状態で出るんで分からないよね。重そうって思った。一応そういうのあるの、体に、はい、なんかフィーリングでなんかこれ重そう。はい、157、はい、6ダンアイアン。疑いはないですね。この辺がプロとアマチュアで出ますね。157、はい。アマチュアで157って。解説入りました。オッケー。どのあたり狙いですか。私はもうちょっと左ぐらい。あ、でもね、これ引っ掛けしちゃいそうですから。また言ってるやん。いや本当にあれしたら大丈夫って言ってましたよ、西畑さん。これな。そうそうそう。これそれ。これでいきます。引っ掛けないでしょ。じゃあピンで。ピンいきます。引っかいやでもいいミスです。いいですか、はい、おお。ナイスです。向いてたのかな。なんか思った通りにいかなかった時にプロは多分気にしない気にしないって言ってると思うんですけど、はい、待つって感じですか。待つっていうか、はい、いつも通り。そうですね、うん、基本的に思った通りにいかないです。あ、そうなんだ。基本的には人生と一緒ですね。はい、人生と一緒です。しゃあないしゃあない。原因考えるのは、うん、プレーが終わった後からでもいくらでも考えられるから、まあ、プレー中は次の一打にみたいな、ほんまにシンプルでそれを徹底的にやったら結構メンタル的にも安定するかなと思います。いいこと言ってるよ、しんちゃん。いいですね。気にしすぎ、よくないね。あ、じゅんちゃん得意なやつ来た。得意なやつ。いやどうかな。そろそろチップイン入ったらいいっすよ。もっとちゃんと読んだ方がいいんですよね。まあ入るんじゃない。入ったじゃない。入った。すごい。はい、いやーキモイが来た。うまいなぁ。入れたかったですね。続きたかったね。見せられちゃったもんね、なんかすごいの。すごかったですね。得意のアプローチがアウト。前振りがすごかったですね。そうですね、追いつきましたね、前振りに。さすがです。やっと遠くと合ってきた。合ってきましたね、さすが。バーディー嬉しいですけど、オーナー嬉しくないですね。なんで。いや、
きありがとうございました。ECC レディースゴルフトーナメント、7月11、12、13の3日間にて開催されます。当日券は会場にて販売されてますので足を運んできてください。はい、放送についてはこちらに記載してありますのでチェックお願いします。今回出演してくださった西畑プロの応援をよろしくお願いします。お願いします。